また会えるかもね。じゃあ私帰るね。バッハハーイ。だから、ゆえいわく。なるほどね。ありえるありえる。でね、って感じでこいつとは出会ったわけ。
だ。うん、そう。正午、あの約束忘れてないよね。デートの約束したよね。じゃあ、正午学校あるから、夏休みになったらデート絶対行こうね。今日会えなくてつまんなかったな。私いろんなことわかったよ。今度グローバル経済の話しようよ。じゃあおやすみ。いらっしゃいませ。早いね。思い切り堂々とおっしゃいましたが、お客様、当店はまだ開店前でございます。元気？毎朝そうやってカフェの前を吐いてるんだ。仕事に真面目だよね、みなとは。マナ、みなとは変なとこ気真面目よね。マナ、はーい。久しぶりじゃん。そうね、そうとも言えるかもね。
今私普通じゃなくて自然じゃない方が好みの気分なの。私もそれ欲しいな。またか。あの人自分の好みが走りすぎちゃっててバランス感覚悪いからまともな講義になってないんでしょう。役目がないからそういう組織だとか権力だとかを喜ばすことしないたちなのよ。見かけるとかじゃないよ。たださ、じゃあ翔吾は自分の父親を 100% 大尊敬してるわけ？感謝感謝感謝大感謝の出血大サービスって感じ？ほらね、やっぱりね。翔吾の父親ってさ、会ったことないからさ、君から聞いた話だけで勝手に想像しちゃうけど、超親父って感じじゃん。じゃあスーパーダディでもいいけどさ。まあともかく勝手にお父さんだったら出来がよろしくていらっしゃるようですから。おほほ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 ほ。ダメダメダメ、ごまかそうとしてもダメだって目が泳いでるよ。ほらほらめちゃくちゃ泳ぎまくってんだけど。さてさてさてと、もう行こっかな。じゃバーイショーゴ。ごちそうさま。はいよー。
ゴー、あたし来たよ。いらっしゃい。店長、おすすめちょうだい。中目町だよ。地下電で、千早、そいでもって、来た。響ちゃん、このコーヒーはサービス。目撃したその人目をはばからないカップルは具体的に何がすごいのかな。赤手紙通り、それってハラハラだよ。間違いだらけの響ちゃん、いい、俺はシン、それはセクハラ、セクシャルハラスメント。わかってるよ、赤手紙通りセクシャルヘルスメントぐらい知ってるもん。ジェントルマンはファーストレディのはずだよ。ヒビキちゃん、それもはちゃめちゃに違う。それじゃ紳士が大統領夫人だよ。正しく言ってたとしても